はい、お久しぶりです。コビーです。最近は作品制作も YouTube 更新も全くできてなかったんですけど、ようやくお仕事のことだったり家族のことでドタバタしてたのが落ち着いてきたので、久しぶりに作品を作って更新することができました。今回作ったのはポケモンのヒメグマです。ヒメグマはずっと前から作ってみたいなって思ってたんですけど、まあ今回挑戦するにあたって課題にしてたのが毛の表現っていう部分になります。こんなぬいぐるみがあったらいいなという自分の願望を詰め込んで作った作品になります。今回はメイキングを垂れ流しながらだらっと近況とかを雑談するスタイルで進めていけたらなと思っていますので、お付き合いいただけたら嬉しいです。さて、ここ数ヶ月は忙しかったのでゼリブラシもブレンダーも全く触ってなかったわけですけど、久しぶりに触るゼリブラシとブレンダーはまあいろいろと忘れてる部分があって結構手間取ったりしました。やっぱり忘れてしまわないためにも継続して作品を作り続けることが上達には大事だなと痛感しました。だけど CG ソフトを騒ぎ始めた時をちょっと思い出して初心に帰った感じもあって、楽しみながら久しぶりに制作に取り組むことができました。そして今後の活動のことなんですけど、本当は転職も見据えて今後の活動を行っていけたらいいなとか思ってるんですけど、そのためにももっと勉強や創作する時間を確保することが今後の課題かなと思っています。そして同時に創作活動のモチベを保つためにもチャンネル登録者数も目標にして今後は頑張っていけたらなと思っています。自分が作りたいものを作れるようになることと登録者数とはまああんまり関係ないことなので数字にとらわれすぎないようにしたいところなんですけど、それでもやっぱり自分が作ったものを見て喜んだりしてくれる人たちが増えるっていうことは嬉しいことですし、何よりもやる気につながることなので少しは意識して頑張っていけたらなと思っています。一応当面の目標としては1万人を目指して頑張っていきたいと思います。この目標を達成するためにもなんとか時間を確保していって、できるだけ更新頻度を上げていけたらなと思っていますので、温かく見守っていただけると嬉しいです。さて、そうこう言ってる間にもだいぶヒメグマも形になってきましたね。今は P ペインターというアドオンを使ってテクスチャーを描いているところです。今回のテーマは最初に言った通り毛でしたので、ぬいぐるみっぽい感じをどうやって表現するのかというのを一番試行錯誤しながら作っています。毛はパーティクルヘアシステムで作成しているんですが、このヘアシステムの中でも特に重要だなと感じたのがねじれのパラメータの部分になります。 Twitter でも先日シェアしましたが、このパラメータをテストした時の結果をまとめたのがこちらになります。単純な部屋でもっと分かりやすく表したのがこちらですね。今回のヒメグマでは三つ編みタイプが僕が思い描いているイメージに一番近かったので、この三つ編みタイプを選びました。またブレンダー 3.3 からジオメトリノードによる毛の表現方法が新機能として新しく追加されたみたいなんですけど、今後別の動画で今回使用したパーティクルヘアとの比較動画なんかも作れたらなと思っています。そして今はリギング工程を進めているところですね。リギングは相変わらずよく分かってないので、なんとなくで適当にやってます。最近 AI の進化がすごくて話題になってますが、リギングも AI がやってくれる時代になったりしないかなと想像してます。一応リギング用のアドオンとしてオートリグプロというアドオンが有名ですが、値段もそこそこしますし、リギング自体良くするわけでもないのでなかなか手を出せずにいます。もし使ってる方がいたら使用感とかをコメントで教えてもらえると嬉しいです。今はウェイトペイントを行っているところですね。ボーンを動かした時に変に変形してしまうことがあるので、そういった部分の修正を行っています。
口を作り忘れていたので、今は口をカーブから作っているところになります。今回の作品の背景は、以前作ったものを使用しました。こういうことができるのも CG の強みですね。そして、今は可愛いポーズの模索中です。今回は2種類のポーズを作りました。最後にヒメグマが魅力的になるようにライティングをしたら、いよいよ完成です。最後までご視聴ありがとうございました。また頑張って更新していきたいと思いますので、高評価、チャンネル登録をして応援してもらえると嬉しいです。それではまたねー。